ストライクショット。こんにちは、モンストの中の笹のパッチョ、トッパナイです。本日はとうとう来ました、ラスト神化。バーン、アリス神化使ってみた。やった、アリス持ってる。ちょっと悪すぎません。だいぶ今回の絵見てもらえば分かるんですけどマッドな感じになっております。怖すぎるわじゃあ早速行きましょうか。行きましょう、使ってみましょう。はい、見てみます。じゃん、貫通。まず貫通で、やばい、やばい、ゲージがやばい回復と状態上回復が両方ついてる。こんなの初めてですね。で、友情コンボ調教貫通ホーミングになってる。しかもこれ副友情にも調教が貫通ホーミングの8がついてます。いきます。まずは普通に貫通なんで、うん、サラ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 と。そのホーミングがね、激強ですよきっと。やばいよね。じゃあ当てていただいて、ま、ホーミング見せてみましょうか。副友情も貫通ホーミングですね。はい、おお、副友情は火ですねこれすごい、落ちた副友情は火なのかみたいですね。もう一回当ててみましょうか。はい、ドン、本当だ、なんか調教になったから。エフェクト一緒かな。調教の闇の貫通ホーミング、貫通ホーミングと初ですか。初かな、かな、初ですね、うん、さあダメージウォール安心ですよ。お、アンチダメージウォールは健在。そうです、ハート取って貫通なんで。いいね、ちょっと回復も死なに当たって。あ、そっか、うん、回復と状態上回復両方ついてますからね。いいね。さあ、はい、毒かかっちゃってるクシナダを助けます。何、貫通なんで。そっか、あと回復したい。ほらー、なったー、すごい、万能じゃん。回復したよ、ちょっと今回2体当たったんで。いいね、うん、そっか、毒も回復できるし、アビリティロックも回復できるから、この神殿の時の間すごいいいですね、うん、さあ、はい、ストライクショット行こうかなと思います。お、 OK になってるので、自身のスピードとパワーがアップ、ハンドシールドに大ダメージということで、うん、このダメージウォールを出すシールドに行きたいと思います。はい、こんな感じかな。貫通だから当てやすいね。うん、おお、シールド破壊、無事破壊、 OK、 いいね、イエイイエイ。これなんかいい位置取りだったらシャキシャキしてね、うん、どれぐらいパワー出るんだろうね、見たいですね、うん、さあ、うん、アリスの状態上回復でクシナダのアビロックを解放してあげたいと思います。お、ありがとう、いけ、ほい、解放、回復、しかも回復もした。おお、いいね、グッジョブ、よし、状態上回復欲しいなね、欲しい、いざという時に役に立ちますから ね自分はできないんですからね、確かに確かにそう、みんなのサポートですね、単純にストライクショット、シャキシャキしてみましょう。シャキシャキしてみます、横で、真横でパワーアップ&スピードアップ、こんな感じかな、うん、感想だからね、蜂の巣にしちゃってもいいかな、おお、もうちょっとだー、欲しい、117、はい、結構出ますね、ね、横にだけシャキでこれぐらいでございます、うん、で別に逆属性なわけでもない、うん、そうですね、でこれでねシールドとかも破壊できちゃう、うん、SS ですからね、そうですね、うん、いいじゃないですか、いいですね、はい、というわけでアリスの神化でございました。さあではステータス行ってみましょう。はい、というわけで、はい、ステータス詳細いきます、いきましょう。ポイントはこちら、ダン、回復プラス状態上回復がゲージで初めて、はい、この2つついております。両方ついてますからね、両方ついてるのが初めてですね。もうアリスの場になったらみんなに当てまくるって感じですね、うん、うん、これは嬉しい、嬉しい、ね、状態上回復のキャラ全然持ってないんで、うん、今持ってる人超嬉しいんじゃないですか。だよ ね少ないですからね、うんうん、でホーミング祭りの友情コンボということで、うん、はい、これも初めてなんですよ、うん、闇で調教貫通ホーミング8も初めてだし、初めて副友情で
貫通フォーミングが8がつくっていうのは普通これメインで持ってる、うん、友情コンボと同じ威力ですから、激強です、激強です。もうフォーミングもうわーなりますからね。そうなんで、まあ長距貫通フォーミングの方は闇なんですけど、うん、副友情の方は 火属性なので、うん、木のクエストとかにも強く、うん、確かにね、なるかなと思います。あとあれですからね、うん、タスはないですよ。前から同じですね。 そこは変わらずないです。そこもいいポイントですからね。いいよね、めっちゃ欲しいわこれ本当に。私持ってる、めっちゃ欲しい。あれどういうのがいけるのかな。だからじゃあクエストを私たち的に予想するといつもの勝手予想、勝手予想のコーナーまあ、今言った常闇の神殿の時の間はすごく良かったよね。良かったね。アビリティロックと毒を状態上回復できる、うんうん、できるね。ダメージオールも出てくる、うん、し、いっぱい見つけ放題だな。そうだよね、うん、なんだろう、火でさっき言ってた通り火の副友情があるから、うん、それでいくと木のステージでもいいんだよね。そうですね、バジリスクとか毒があるのでいいかなと思います。いいですね、回復できます。しかもあそこ結構ダメージボール出ますからね、うん、そうですね、うん、あとまあ逆属性で光のステージで言うとカバレッタとか、うん、あれもアビロックかな、出ますね、できますよね、出ます出ます。でダメージボールがすごいです。そう、あとぷよりも出てくるんで、うんうん、あれが貫通で、そう貫通で退治できるので、うんうん、結構いいんじゃないかな。いいですね。あとは超絶とか超絶だと、アシュラ、アシュラはいい気がする。あのスピードダウンさせてくるじゃないですか。そうだ、あれが解除できる、みんな当たってね、うん、それいい ね。あれで結構ね、うん、あんまり全然攻撃できないですね、うんうん、ありますね。あれも解除できるので、うんうん、いいんじゃないでしょうか。いいですね、闇だから結構どこでも連れていけちゃいますね、うん、そうですね、うん、そうなんですよ、結構どこでも連れていけて、そのフォーミングのホイホイにさえどうにかで始末できれば、うんうんうん、どこでもいけるんじゃないかな、ね、ダメージオールの面とかだと、うん、っていうような感じかな。はい、はい、となっております。そんなカーリスでした。めっちゃ欲しいよこれ。くそ、はい、じゃん。ということでアリス神が使ってみました。はい、お待ちの方はぜひ神化にするか、はい、検討してみてください。神化します。いいな、欲しい。ではということでバイバイ。ご視聴ありがとうございました。まだモンスト公式チャンネルの登録がお済みでない方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。スマホからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そして PC からご覧の方はこの画面上にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。また私たちの公式 Twitter やモンスト公式 Twitter のリンクも概要欄にあるのでぜひご確認お願いします。それではありがとうございました。